アルトワークス DIY。 おしゃれは足元から。専用フロアマットに交換。空気触媒カーフィー。色はアーバン色、暗い色とポップのスタイルの色が選べます。15種類から選ぶことができます。フックついてます。マジックテープもトリセツもしっかりとついています。今回フックはついてる純正のやつを再利用します。生地も硬くてしっかりしていました。縫い目もしっかり。裏面はスパイクタイプとベルトタイプがあって、ベルトタイプを選びました。一押しって書いてたので裏はベルトタイプを選びました。ベルトの間にはゴムが挟まれており、水をこぼしても裏に染み込むことがない設計になってるみたいですね。いい商品です。そしてこのセンターの前後のマットがついている、これがついて楽天で9480円、1万円を切って安かったです。いい商品だと思いました。今見ると純正黒と白のマット、くすんで汚れが目立ってますね。シンプルなマット。マットを剥がしてここのフック、これを再利用したいと思います。同じ位置でした。そして運転席がもう同じ。このワークスのマークはちょっと寂しいですけれども、しっかりと純正のマットはないないして保管しておきたいと思います。リアもマット、ポンって置いてるだけでしたね。そして床はしっかりと掃除をしていきたいと思います。この掃除機安かったですよ。これも1200円ぐらいでしたね。よく吸います。きれいきれいしていますよ。私の車全然乗っていないんで、まだ新車の香りが残ってます。そしたら助手席の方からマットを引いていきます。マジックテープとここのフックでしっかりとぴったり設計でした。簡単、ポンって置くだけです。そしてこの楽しみにしていたセンターのマット、これ欲しかったんですけど、これ単品で買うと4,000〜5,000円します。これもマジックテープでしっかりと両サイドくっつきます。運転席側はこの前つけたレイズさんのフットレストがあったんで無理やり差し込みました。ここはちょっと我慢して斜めになってますが、これでいきたいと思います。フロントリアの方もこのセンターのマット、これも同じく単品で買うと4,000〜5,000円します。このセンターマットを買うだけでこのフルセットが買える値段、これはお得だと思いますよ。テンション上がります。このカラー、明るい方を選んでよかったと思います。明るくてとってもスポーティーになりました。赤黒統一でテンションが上がります。乗るたびにワクワクするワークス、ワクワクワークス。床フロアマットイメチェンするだけで乗るたびに自己満ワクワクしますよ。それがワークスレシーン。おしゃれは足元から。やっと1年半経ってマットを交換しました。最後までご視聴ありがとうございました。いつまでもテンションを上げさせてくれるワークス、いつもありがとう。あるとありがとう。よければチャンネル登録をよろしく。グッドボタンもよろしく。